はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は1週間に1回の恒例企画、前チンと一緒にロケに出かけようということで、今日も前チンお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、もちろんね、今日も2本撮りなんだけど、まず1本目の企画としては、こちら、後ろにもう見えておりますね。有名な山岡屋さんに来ておりまして、本日はですね、こちらの山岡屋さん、レギュラーメニューが約29種類あり、で、味なんかもね、複数あるんですよ。なので、せっかくであれば、こういった紹介ができる動画を通して、全味、種類をね、食べていこうかなと思ってます。で、こちらの山岡屋さんは、レギュラーの味だと、醤油、味噌、塩、特製味噌、辛味噌と、それ以外にも地方によってはプレミアムの醤油や塩で激辛ラーメンなんかもあるみたいなんですけれども、ちょっとね、今日来てる店舗は何味があるかわかんないのよね。そうですね。まあとりあえずレギュラーの塩とか醤油そういったものは食べつつも、プレミアム等があればその辺りも食べていこうかなと思ってます。で、ただですね、まあ、今日、今来ている撮影現在限定メニューで焦がし醤油ラーメンなんていうのも販売してるらしいんですけれども、ちょっとね、公開時期がいつになるかわからないので、それは除外させていただいて、基本的にね、レギュラーである味を食べていこうかと思います。そしたらじゃあ早速店内入りましょうか。はい、よろしくお願いします。もうオープニングが暑すぎて早く入りたい結構今日は暑いですもんね。暑い。ということで、ただいまですね、この山岡屋さんの店内に入ってまして、すでに注文完了しております。でね、ちょっとね、全種類とは言っても、一気にね、6種類、7種類持ってきていただいちゃうと、もう麺伸び伸びになっちゃうんで、とりあえず僕がね、注文したのは一発ね、4杯。で、前チンも1杯だよね。はい、1杯です。で、僕の方は、醤油、塩、味噌、特製味噌の4杯。で、前チンなんだけど、山岡屋さんね、来たこともないんだけど、今ね、限定で販売してる焦がし醤油がうまそうってことで、めちゃくちゃポップあったんで確かにもうこれ買うしかないでしょみたいなぐらいありましたよね。こう入り口で、カウンターの上で、券売機の横、もう全部に焦がし醤油があったから、確かにあれは食べたくなるね正直今日ね、もうオープニングでレギュラーメニューしか食わないって言っちゃった手前、頼めなかったけど俺も食べたかったそれぐらいうまそうだったから。いや、そうですね。まあね、せっかく撮影来たから前チンも食べてくれるし、紹介もできるってことで、まあ OK でしょ。いや、 OK です。 OK で、じゃあとりあえず、最初に頼んだ5杯待ちましょう。待ちましょう。はい、ありがとうございます。うわ、うまそう。やばい、メニューが来始めましたよ。塩と特製味噌でしたよね。そうですね。すげえ匂いするんだけどめっちゃ豚骨よ。こっちにも全然匂い来てる。すごい、もう来てる。そっちに山岡さんのこの匂いってさ、なんかこう来るよね心に来るよね。むちゃくちゃうまそう。はい、ありがとうございます。揃ってきましたね。早速だいぶ揃ってきたね。前チンの焦がし醤油も来たし、これめちゃくちゃうまそうじゃない。うまそう。写真通りめちゃくちゃうまそうなラーメン来てるじゃん俺も頼んだからなということで、本日ですね、注文した第一陣の料理が全て到着しました。もうやばいね。やばいっすね。やばいね。腹減ってるから、ちょっと行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう。はい。じゃ、ちょっと先にね、いただきます。いただきます。召し上がってください。いろいろと頼んで、こういう時って大体塩から食べるんだけど、役に出ようかなということで、醤油いただきましょうか。いいっすね。これスープ、こんな感じっすよ。やば、うまそう。見て、この油。いいっすね。やばいね。俺もさ、これ山岡屋さんのラーメン食うの久々なの。僕もね、行ったことないんで。初めてなんでしょ。初めてなんで、ちょっと俺も思い出しつつこれ食べよう。ああ、これ思い出しました。これだ。うわ、山岡屋さんのラーメンってめちゃくちゃ豚強くて、で醤油もしっかり入ってるからさ、本当はね、ライスなのよ。なるほど。マジで。あ、だからセットで半ライスのやつがあったんですか。そう、なるほどね。めちゃくちゃ合うんだけど楽しみ忘れてた。で、今回ね、醤油だけは特製みたいな形で、ネギチャーシュー麺注文してありまして、他のものはね、通常の並盛りを注文しております。ちょっと早速これ、麺いっちゃっていいですか。これ、毎日めちゃくちゃうまそうじゃない。はい、いっちゃってください。やばいでしょ。いただきます。はい。もう一口。ごめん、もう一口。でも顔で伝わってます。めちゃめちゃ。もうすでに。めちゃめちゃいい顔するじゃないですか。いや、なんかめっちゃうまいよ。まあ、チャーシューも柔らかい。柔らかい。うん、うまっ。本当はさ、初めての山岡屋さんできたての方がよかったと思うんだけど、ちょっとごめん、後になってごめん。毎日も食べてください。食べていいですか。はい。普通の醤油知らないから、いきなり焦がし醤油いっちゃったんですけど、一発目がもうこの限定のことだもんね。うわ、うまそう。すっごい。なにこれ。うわ、いただきます。食べちゃってください。今日初飯なんで。初飯？今日初飯なんで。よかった。いかがでしょう。ひたすら食べますね。わかる、わかる、それわかる。言うことなし。もう言葉じゃないってやつね。特にコメントしなくて大丈夫ですか。大丈夫。うわ。うわ、このモニター越しのその顔いいな。うまい。ちょっと量多いんで食べちゃってください。あ、じゃあ僕はねちょっとずつ食べるんで。やっぱね、でも前回の前日見てて思ったけど、はい、俺やっぱ動画でさ、みんなにこう味を伝えたいと思っていろいろと食レポするんだけど、結局ね、うまそうに食ってる姿が一番食レポ食いたくなるのよ。映像媒体だからまあ喋った方がいいかもしれないけど、結局ね、表情が一番映えるっていうね。そうですね。うん、もうじゃあ1杯目ね、喋ってると飲めちゃうから、そうですね、俺もガンガンいくわ。いっちゃってください。はい。うん。うまっ。うん、これマジうまいね。これやばい。このチャーシューがあってやばいでしょ。うん、すごい。一口が結構大きいですね。やっぱ気持ちいいです、見てて。いや、もう並盛りなんかこんなもんでしょ。まだものの5分も経ってないですよ。うまっ。完食っすか。完食。もう一杯目。ちょっとさすがに味噌行く前に塩行かないと分かんなくなるよね。そうですね、多分。でしかもこれテニトニアンの味噌と特製味噌だから、はい、順番に食べた方が多分違い分かるしね。ただごめん、どっちが特製だったか分かんなくなっちゃった。待って、僕も覚えてないです。どっちが味噌でどっちが特製だったか。似てるっすよね、色が。そうね、ちょっと赤みがかってるのがどっちなのか分かんないんだけど。なったかもしれないです。まあとりあえず塩食べてから考えようか。まあ味で分かると思うので。そうね。ちょっといただきます。あー、塩豚骨うまっ。ちょっと待って、これうまっ。うわー。さっきの醤油と違ってさ、もう全然違うわ。もちろん多分ベースのその豚骨のスープっていうのは一緒だと思うけど、山岡屋さんちのラーメンってさ、はい、こういい意味でこの豚骨臭いじゃない、うん、ガツンとしたパンチがあるような、そんなスープだと思うんだけど、なんかこのね、塩になるとすごくマイルドになるというか。ああ、なるほど。でごまも入ってるから、その風味と相まってさ、結構女性の方とか豚骨苦手だよって方はこの塩食べたらちょうどいいかもしれない。女性も来れるいいラーメン屋ですね。うん、しかも入りやすいですよね、店舗も見た目も。まあ大体こういう路面店が多分山岡さん多くて、こういうブースのさ、なんつうの、テーブル席っていうのもうしっかりと大体あると思うし、うん、あそこ見てよ。あそこには子供用の椅子とかもあるから、やっぱファミリーの方とかも結構来るんだと思うよ。なるほど。うん。そうだからうちもさ、やっぱ子供できてからなかなかこう子供いる時とかにラーメン屋さんとかって行く機会が減っちゃったけど、こういうお店だとありがたいのよ。めちゃくちゃありがたいのよ。ですね。うん。はい。あります。これは何味なんでしょうか。ちょっと今ここの店長さんからおすすめいただきまして、ベースの特製味噌らしいんだけど、普段このお店の店長さんもまかないとかで食べてるような一番おすすめの味ってことなんで。でもってことはこの赤身で考えたらこっちが普通の特製味噌なのか、はい、でこっちが味噌か。そういうことになりますかね。特製味噌同じ色、こんな感じだもんね。店長さんのおかげで特製味噌と味噌がどっちか分かった結構山岡屋さんファンって多いよね。こう国道沿いだと朝からやってる店舗も結構あるし、あと24時間なのかな、24時間やってるらしいですね。全部そうなんですか？全店かわかんないけど、確かここも24時間営業だから、夜中腹減った時とかさ、であと朝仕事早い時とか現場行く前にこれ食ったりとかしたら、最高の朝よねまあそんな話しながら俺はもう2杯目も終わりましたけれども、餃子いただいてもいいですか？あ、餃子食べてよ。間違いないです。あ、うまいだってもうこの餃子焼き目120点だもんね。いやもう綺麗に、いや絶対うまいもんこれあ、いいな、いいな、全然外れない。マジ俺もセットにすればよかった毎回撮影外れないありがとう。外した試しはないですね。確かにね、もううまいお店しかないもんね、うん、いいお店多いな。多いね。じゃあちょっとせっかくなんで、こっちさっきいただいた特製味噌は別にあるからさ、今回はこの味噌と特製味噌を同時に食べて食べ比べ。特製味噌になると濃いというか、ちょっと旨辛味噌っぽくなってるのかな。カメラ越しで伝わるかわかんないけど、こっちはちょっと赤みがかってて、多分通常の味噌の方だと茶色っぽいというか、醤油にも近いような色味になってるんだけど、じゃあやっぱまずは特製じゃなくて普通の味噌からかな。そうですねスタンダードにスタンダードにね。あ、はいはいはい、ちょっと特製も、ああはいはいはい、違います？あ、違うわ。なんかどっちかっていうと普通の味噌はこうやっぱこってり味噌というか、まろやかさも強くて、こう豚骨の感じといい感じにこうボテッとしたような味わいというか、それこそ本当にライスの味なんだけど、なんかね、こっちの特製味噌って不思議で、味噌の濃さとかももちろんあるんだけど、ラー油っぽいちょっとピリッとした辛みと、で後味にくる甘み、これがねめちゃくちゃ癖になるし、あと絶対にこのちょっとピリ辛の味噌に背脂は 120% うまい。なるほどもうこれも食いたいもん。もう今100%超えました超えたラーメンなんでね、やっぱ麺すすっての血合いが一番だと思うから、これちょっと時間経ってるのもあんだけど、この味噌の染み込んだ色味やばくない？めっちゃ染み込んでますね。これめっちゃうまいでしょ。これ映像で伝わるかな？伝わってるこれ。わかります？多分ね、さっきの麺比較でのせとくけど、色味がね全然違うのよ。現物見ると全然違うんですけどね。全然違う。感が。うん。ちょっといただきます。ああ。なんか味噌のうまみすごいのよ。うん、めちゃくちゃうまい。ちょっと特製もいくか。うわー、いいっすね。あ、うまっ。どっちも好きだな。コートつけらんねえなこれ。どっちも良きですか？うん。なんか結局さ、もちろん味噌の味っぽいんだけど、豚骨のスープっていうのベース、これがめちゃくちゃ濃いからさ、なんだろう、その味噌味とかその部分が濃いんだけどベースがぶれないっていうかさ、なるほど。どっちも山岡屋さんなのね普通の方はこう2杯頼むの厳しいと思うけど、例えば人と来た時に特製味噌と味噌1杯ずつ頼んで、スープとか飲み比べしてみてください。多分ねこれね、コーツマジでつけられないと思う。ちょっと今度来た時食べてみていいですか？今度来た時はとりあえず普通の醤油食ってくださいそっかもう早くももうこれもなくなりそうですけど、まだ頼んでないプレミアム塩も俺は頼まなきゃいけないからこの後。あ、そっか。うん、うん、じゃあこれひとまずね、これ味噌は完食ですうん、いける？ちょっとこれ一旦さっき店長さんからいただいた、これ詳細が分かってないんだけど、トッピングに背脂が絶対入ってるよね。そうですね。うわちゃくちゃうまいんだけど、何これ、え、何が入ってんだこれ。ブラックペッパーなんだ。マジごめん、お腹いっぱいになるかもしれないけど、ちょっと一口飲んでみて。ちょっとほんとこれスープだけ。そう、スープ何これっていう美味しさがあるの。あ、え、確かに想像と違うよね。全然斜め上に来た。うん、ブラックペッパーがめっちゃいい感じに効いてるんですよ。そう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 。俺さっきこの通常の特製味噌食べたじゃない、はい、でもなんかこっち食べてみると、なんかさっきよりもね、格段に甘みを感じるというか、ブラックペッパーのいい感じの風味がより味噌際立ってるって感じで、さすがお店って感じで、美味しいの知ってんだなっていう。ちょっとあれだけど、俺らみたいに久々に来た、初めて来たってお客さんは通常メニューしか知らないけど、もうぜひねこの味噌参考にしてほしいね。そうですね、頼む時は。初めて来た人はまあ醤油からいってほしいですね。そうね、とりあえず醤油からはいってほしいけど、まあ、2回目とかはね、こういうお店の人の参考とかっていうのはありがたいな。さっきの特製より全然好きだわ、このアレンジした方が。いやー、うまかったな、スープだけでも。チャーシューも一緒にいくんですね。うん、うわやっぱそのままもうまいけど、肉巻きが至高。確かに。もうごめん、なくなっちゃう。ちょっと待って、まだ全然立ってない。うん、完食させていただきましたよ。でもどうだろう、こっからさ、まだ販売してるメニューあるのよ。さっき話したようなプレミアム塩とか激辛ラーメン、なんかホームページ見るとプレミアム醤油とかなんかは地方限定っぽいし、もしかしたら全国じゃないのかな、ここら辺は。そうなんですかね。ただお腹もまだ足りないので、とりあえずプレミアム塩は買ってきます。追いラーメンですね。追いラーメン、やっぱ塩美味しかったからさ、ちょっとプレミアム最後食べてみます。はい、はい、注文してる間、また今日もさらっと食い終わってるね。全然でも、もう大満足ですね。だって俺さ、てかビビったんだけどさ、今追加でプレミアムの塩買いに行ったのよ。はい、で券売機見たらさ、普通の並盛り醤油690円なんだね。安っ。今のご時世なかなか600円台でラーメン食えんくない？いや食えないです。最近本当にね、上がってるとこもあるので、チェーン店とかでもなかなか厳しい金額だと思うけど、だってこの濃さよ、濃度、これね、600円台はすごい。クオリティ高いですよね。うん。ありがとうございます。いただきます。うわ、うまそう。いや、これやばくない？すごいっすね。めちゃくちゃうまそうなんですけど、てかさっき注文したさ塩と比較すると、こっちが通常の塩なんだけど、サラサラ感っていうかトロトロ感全然違くない？こっちの方がなんかクリーミーっぽいよね。確かに。うん、まずこれが普通の塩っすね。はい、まあこんな感じなんだけど、こっちのプレミアムになると多分ね、さっきの背脂も入ってるし、なんかね、こう肉眼で見ると分かんないけど、この色味の濃さが全然違うんだよね。じゃあ一応本日これ最後ですね。どうですか？わっ、全然違う。あ、全然違う。あ、濃い。いや、通常ももちろん美味しかったけど、プレミアムが好き。更新してきました。まだ更新してるね。うわー、これですよ。うん、うまっ。これめっちゃうまいな。でも本当豚塩パイタンっていう感じだね。もうすっごいクリーミー。うわー、うまそう。どうする、一口食べる？それともやめとく？怖いっす。やめとこう。怖いっす。うわー、うまそう。でも見てて、またさっき通常のこの塩って比較的この醤油とか他のメニューに比べてもこの豚骨臭さがクリーミーで柔らかいって言ったじゃない。はい、はい、逆にこっちのプレミアムはこの濃さがある分、その豚骨臭い部分ももちろん強くなってるんだけど、このね、青ネギ、はい、この刻みネギっていうのかな、小ネギっていうのかな、これを一緒にするとマジでうまい。一気にこれチャーシューのね、これ一緒にね、こんな感じでいっちゃってください。いっちゃっていいですか。うん。うまい。うん。締めの卵がうめえ。ということで本日ですね、山岡屋さんで多分ほぼ全種類の味を1回の来店で食べ尽くしましたけど、2人で来るご飯の量ではないよね。よかったね。よかったです。なんか本当に正直さ、俺もこう山岡屋さん撮影でもずっと来たいと思ってたの。普通のデカ盛り店とは違って、やっぱりせっかく撮るならいろんなね種類の味を食べて紹介するような動画も撮りたかったからさ、一人で撮るよりかはこうやって毎日とね来てもらって、なんかいろんな角度でさ、いろんな紹介の仕方したかったから、僕もいい機会になりました。初めて来たんで今日本当来れてよかったわ。いやーよかったです。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらですね、ぜひチャンネル登録やコメント、高評価、それ以上にこの山岡屋さんで美味しいラーメン食べに来てみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。僕らは2軒目のコッペパン屋さんに行きたいと思います。じゃあね。行ってきます。